僕の名前は成田。ソプラノ高校に通うごく普通の高校生だ。ねえねえ成田くん、今日ねエリカからチョベリバビッグニュースがあるの。どうしたの？チョベリバってなんだろう。そんな僕にも平凡ではない一面がある。それはなんとこの可愛い女の子が僕の彼女であるということだ。こんな美少女と付き合えるなんて、そんな嘘みたいな現実に浮かれていた僕。しかし夢見心地でいられたのもほんのひとときだった。妊娠しちゃった？え？だから妊娠したんだってば。もちろん責任取ってくれるよね。妊娠ってあまりの衝撃に僕は言葉を失った。絶対に彼女を泣かせることなんてしたくなかったのに。さかのぼること1ヶ月前。文化祭お疲れ様、アルト君。いろいろ準備とか大変だったけど、みんなでお化け屋敷の飾り付けとかして楽しかったね。うん、そうだね。まあ俺はもっと奏と他の出し物を回りたかった気もするけど。ん？何か言った？いや、だからその。それ本当？うん？何の騒ぎだろう。成田やるじゃん、見直したよ。まさかついに成田にね。どうしたの？あ、奏、それからアルトも文化祭お疲れ様。それよりさ、聞いて聞いて、超ヤバの特大スクープがあるんだよ。特大スクープ？もう、はるちゃんったら大げさなんだから。でも、うん、そうだね、アルトたちにも話しておこうかな。実はね、その、僕、彼女ができたんだ。え、彼女？うん、うわ、それ本当？おめでとう。成田前から彼女欲しいって言ってたもんね。ほんとおめでたいよね。ハル超びっくりしたんだから、今日は打ち上げでお祝いしよう。ちなみに彼女って誰なの？ん？ああ、隣校の女の子でね、エリカさんって言うんだけど。え？てか隣校ってもしかして迷走女のこと？超お嬢様学校じゃん。え？迷走女って？そんなことも知らないの？メゾ女子学校、通称メゾ女。女の子なら誰もが憧れる県内屈指のお嬢様学校。これだから成田はこの世間知らずボンボン箱入り虫とお金持ち。いや、それほどでも。まあお金持ちだったら逆に知ってそうな気もするけどね。でもすごいね、どこでそんな女の子と出会ったの？今日の文化祭だよ。文化祭？うん、僕、お化け屋敷の受付してたんだけど、そうしたら突然声をかけられて。外装入ります。ちょっといいですか？ん？あ、今空いてるのですぐ入れますよ。わあ、すごく綺麗な人だな。そうじゃなくて。ん？お疲れさんと。どうしたんだよ、お前ら何かあったか？ゆっくりせ。なんかこの子困ってるみたいでね。困ってるっていうか、私お化け屋敷に一人で入るのが怖くて。なんだそれ、ダチと来てねえのか？今日は一人で来てるんです。他の学校に友達がいて、その子がライブするっていうから。でも待ち時間一人で時間を潰すのも退屈で。ああ、なるほど。そうしたらたまたま見かけたお化け屋敷すっごく楽しそうだから。でも一人で入るのが怖いし、誰か殿方と一緒じゃないと。殿方ってなんだよ。ああ、そういうことだったら帰りは頼りになるし、彼と一緒に。え？あなたがいい。だって隣の人なんか怖いし、学校中の窓割ってそうだし、見るからにヤンキーだし。ああ帰りが割るのは卵くらいですよ。こう見えてこいつ料理得意なんで。でもまあ、それなら僕が一緒に入りますね。そんなこんながあって付き合うことになったんだ。終わり？え、続きは？続き気になりすぎる。でもまあよかったね、成田。そのエリカさんとうまくいったみたいで。デートの予定とか決めてるのかな？うん、今日の放課後には。あや、ちょっぱやすぎなのよさ、いろいろ。そうかな、ちょっぱやってなんだろう。まあ何はともあれ、俺たちは成田のこと応援してるからさ、何かあったら相談してくれよ。
うん、私にもね。いつでものろけでも何でも聞くからね。そうそう、成田のくせにリア充爆発しろ。ありがとう、みんな。そうして僕は背中を押された。着実に青春の第一歩を歩み始めようとしているところだったのだが、巡り巡って現在、俺の名前はアルト。ソプラノ高校に通うごく平凡な高校生。こっちは幼馴染の奏で、今は提出物のプリントを職員室まで運び中。そういえばあれからどうなったんだろうね、成田くんは。成田？うん、彼女できたって言ってたでしょ。最近の様子が気になるなって。そうだな。あ、アルト、助けてお願い。故障だから、このままじゃエリカさんに嫌われちゃう。成田、どうしたんだよそんな大急ぎで。何かあったの？成田くん、それが、妊娠？うわ、大丈夫か奏で。それで成田くん、どういうことかな。実は。ほんと最低。もちろん責任取りませんなんて言わないよね。成田くん、私中絶とかしなくちゃいけないし、お金いっぱいかかるんだよ。どうすれば。ああ、どうするもこうするもないでしょ。成田くんは後先考えずにその場のノリだったかもしんないけど。だから、慰謝料払って。あんたお金あるんだからさ、そんくらいできるでしょ。慰謝料？一体いくら払えば。100万。100万？別にいいけど。いいんだ。じゃ、そういうことだから、週末、メゾ城屋上で待ってるね。バイビー。っていうことがあって。なるほど。てか、そのエリカって子、キャラ変わりすぎじゃないか。最初もっとおとなしめだったような。まあ、別にいいけど。それより、ちゃんと否認してない成田も悪いと、俺は思うよ。高校生なんだから、そういうとこは一番気をつけないと。やっぱり、まだ結婚もしてないのに、チューしたのがダメだったんだね。は？なんて？チュー。チュー。チュー？成田、つかぬことを聞くけど、それ以上のことは。え？だから、チュー以上のことはしてないのかな。チュー以上って？まあ。かなで、これは大事件だ。今すぐ俺たちで解決しないと。え？どういうこと？よし、早速調査だね、アルト君。ちょっと、説明して。そうして俺と奏は成田のために、そのエリカとやらについて調査を始めることにした。調査は難航するかに思われたが、全くそんなことはなかった。通りすがりのお坊ちゃま、ヤンキー、オタク、エトセトラ、さまざまな人間が俺たちにエリカの情報を教えてくれた。くそー、あのアバズレ、この箱騙しやがって。俺様をコケにした罪償わせてやんよ。ぬふふ、マイスイートラブリーエンジェル、エリカタン。エリカちゃんはプニのプニ。許容範囲が広すぎるだろう。そして当日。重かった。二人ともわざわざごめんね。なんだか巻き込んじゃって。いや、別にこれくらいどうってことないよ。っていうか、その荷物は？ん？ああ、エリカさんのために用意した慰謝料の100万円が。あのな、100万円ってそんな大層なスーツケースに入れるくらいあるか？普通に危ないし、家に置いてこいよ。え？でも置いてきちゃったら。大丈夫だって。絶対、成田が思ってるほどひどいようにはならないからさ。そうかな。それより早く行かないと。そのエリカって子、メゾ城の屋上で待ってるんだっけ？遅れたらそれこそ大変なことになっちゃうよ。そうだね。とりあえずそのスーツケースはカイリに預けて、俺たちは先を急ごう。おう、任せとけ。メゾ城屋上。ああ、待ちくたびれちゃったわ、成田くん。ついにおじけづいて逃げちゃったのかと思ったわよ。エリカさん。いや、だからどんなキャラ付け、安定してなさすぎだろう。はあ、てかあんた、よく見たら何も持ってないじゃない。どうなってんのよ、慰謝料は。慰謝料手ぶらで来たってわけ？そんなの、
必要ないからね。は？何？誰よあんた。俺が誰かなんてどうでもいいよ。それよりもさ、君は妊娠したって言うけど、それは本当に成田の子なのかな。はあ、当たり前じゃない。他に誰がいるっていうの。おかしいな。それだと辻褄が合わないんだよ。だって成田は不妊症だから。はっ、辻褄だかなんだか知らないけど。え、不妊症。そう、不妊症だから成田が妊娠させるとかありえないんだよね。ま、これは釜をかけるための嘘なんだけど。ちょっとハルト、何言ってん。ごめんね成田くん、我慢して。ちなみに仮に成田が君を妊娠させてたとしても、お互いに合意の上なら未成年同士の行為の結果としての妊娠に慰謝料が発生するケースは少ないし、まず話し合いもせずいきなり慰謝料請求って流れが不当なんだよね。それは。そういえばこの辺りで妙な噂も聞いた気がするな。噂？うん。何やらいくつもの高校の男を食い荒らしては妊娠したと嘘をついてお金を騙し取る女の子がいるって。それもこのメゾ女に通ってる女の子らしいんだけど。悪どい女もいたものね。親の顔が見てみたいわ。そう言うと思ってね。本日はスペシャルゲストたちを呼んでるんだ。かなで、開けてくれるかな。うん。え、スペシャルゲスト？エリカ、これは一体どういうことだ。さっきその男の子から電話があって、慌ててお前の部屋を確認したらとんでもない大金が置いてあったが。ちょ、え、嘘、パパ、ママ、それにエリカってね。エリカったん。ふにいやー、なんであんたたちが。エリカちゃんさ、妊娠したって言ってたの、あれ嘘だったの。わざわざ100万円用意したのに。てめえ、ちょっとまぶい女だからっていい気になりやがって。手つないだらゴキできるって嘘だったのかよ。手つないだらって。うるさいわね。騙されるあんたたちが悪いんじゃない。だいたい手つないだりキスごときで妊娠するわけないでしょ。え、そうなの。そうだよ。嘘。しまった、つい口が。エリカ、お前は本当になんてことしてくれるんだ。その腐った少年を徹底的に叩き直してやる。うちのエリカがごめんなさいね。後日改めて謝罪に伺いますから。違うの、これはごめんなさい。謝って済むなら警察なんていらないんだよ。とりあえず一件落着かな。そうみたいだね。今回の件でちゃんと反省してくれるといいんだけど。成田くんはもう騙されないように気をつけるんだよ。え、僕騙されてたの。だからそうだって言ってるじゃん。なんだかんだ一悶着あったが、後日エリカは成田の家まで謝りに来たらしい。成田はその後女の子に騙されることはなくなった。やあみんな、成田だよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。今日は楽しんでもらえたかな。楽しかった人は高評価ボタンで教えてね。それから動画の中で好きだったキャラクターってみんないる？よかったらコメント欄に好きなキャラクターとその理由を書いてみてね。まあ僕って書いてくれたら嬉しいけど、それは正直誰でもいいよ。コメント欄が盛り上がってるのすっごく嬉しいからさ。ソプラノ漫画はこれからも100万人登録を目指していくから、チャンネル登録とベルマークの通知をオンにして動画を見逃さずに応援してね。これからもどうぞよろしくお願いします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。